ということですね、ドラゴンゲートの 2.27 神戸サウンボーホール大会の試合結果予想ということで、そちらもやっていこうかなと思いますね。はい、まず第1試合、堀口問題流対最良ガンマ。まあ、こちらはですね、堀口最良、無所属とナチュラルバイブスかな。で、最良ガンマって感じですね。まあ、それでは11分33秒、最良がダブルクロスで問題流から取ると、そうしました。はい。まあ、ここは最良ガンマ組が勝つんちゃうかなとは思いますね。問題流にはね、個人的にはどっかのユニットに入ってほしいなっていうのはあるんですけどね、僕的にはね。はい。そして第2試合、KG ヤッシー対吉岡ヒョウと。まあ、今 KG ね、ドリームに挑戦したりとか、いろいろやっている。ね、こう、確実にもうトップ選手と言っていいでしょうね。もう KG に関してはね。はい。それを、ナチュラルバイブス組対、まあ、若手。望月道場の二人ですね。まあ、やっぱ旬に負けてられないっていう気持ちが吉岡の評価かなりあると思いますのでね。ぜひとも勝ってほしいなっていうのはありますね。まあ、それでは13分21秒、KG がエルボーを済まして評価を取ると。まあ、これは結局 KG が勝つんちゃうかなと個人的には思います。はい。なんだかんだ勝ってくるんちゃうかなと。やっぱり安定的にね、KG がおそらく評価を取ってくるのかなと思いますね。と言っても吉岡も最近結構調子いいですから、もしかすると吉岡がヤッシーから取るっていうのもあるかもしれないですよね。はい、そして第7試合、進む対神田。この戦いは、ね、元ジミーズ対決、裏切った男と裏切られた男っていう感じですね。まあ、それで8分33秒、進むが横須賀カッターで神田から取るというふうに予想しましたね。まあ、ここは進むが勝ってくるんじゃないかなと、しっかりね。取るんじゃないかなとは思いますね。はい、そして第4試合、吉野キッド、ジェイソン・リー対望月俊、クネスとなっておりますね。まあ、これはブレイブゲート前哨戦になるのかな。キッド対クネス、大阪大会の方で決定しております。なかなか思い入れ深い戦いですよね、このキッド・クネスってね。すごい楽しみですね。はい、まあ、それで15分43秒俊がムーンサードでリーから取るというふうに予想しましたね。まあ、できれば クネス・キッド間でね、こうホール取られたりっていうのをできればやってほしいんですけど、なんか、シュンの勢い的にね、ジェイソン・リーから取ってくるんじゃないかなと思いますね。もう、シュンは今もうすごいですね、本当にね。去年の弁慶並みの勢いがあると言ってもいいでしょうね。もしかすると弁慶よりね、勢いあるんちゃうかっていうぐらいの凄さを今、シュンは誇ってますね。はい。そして第5試合、土井石田組対吉田和馬となっております。まあ、トライアングル前哨戦かな、となっておりますね。まあ、それでは17分9秒、石田がタイガースープレックスで和馬から取るというふうに予想しました。まあ、RED 吉田和馬なんですが、まあ、その前ね、前回の京都大会でですね、吉田が弁慶に誤爆されまして、吉田はエータ派ということを公言しましたね。なんで、まあ、今現状で言うならば、ビッグベンと吉田、エータ組になるのかなとは思いますね。今の段階ではね、まだこうなっております。なので、完全に真っ二つになる可能性はありますよね。はい。で、ここでも、カズマがもしかしたら吉田に誤爆っていうパターン、まあ、ないとは思いますけど、もしかすると、っていうことですよね。はい。まあね、っていうパターンで勝つのか、まあでも、そろそろ吉田にはね、なんか誤爆とかなしで自力で勝ってほしいなと思いますね。はい。そして第6試合、ヤマト海 UT 組対エータ清水弁慶となっております。これはツインゲートの前哨戦となっておりますね。そして、エータ清水弁慶、この3人ね。どうでしょうね。今ね、エータ派、ビッグベン派で分かれているという風になっておりますんで、もしかすると金網がこれまたね、3年前のベルセルク6人での金網ってパターンになるかもしれないんですけど、まあ、それはどうかわからな、どうなっていくのかっていうの今後わからないんですが、ね、でも、まあ、振り返るとね、弁慶、清水に何回も爆されてますからね、そのことも一応ハイドに入れてほしいですよね、弁慶にはね。はい。まあ、それで19分21秒、UT が丸め込みで清水から取ると。まあ、おそらく誤爆するんちゃうかな、と、ね、思いますね。高清水に誤爆とか、吉田が清水に誤爆っていうパターンがあるんじゃないかな、と思いますね。なんで、ここは UT が勝つと。まあ、でも今後ね、RED 内もすごい今、仲悪いということなんですけれども、まあ、結局のところどうで、もしかすると弁慶が追放っていうね、半年ぐらいかなとなると、っていうパターンになってくるかもしれないですよね。なんかね、すごい今の清水弁慶がね、このまま行くと、ね、土井山とちょっと被ってくると、っていうパターンになると、まあ裏切るのは確実に清水の方なのかなっていう感じがするので、弁慶追放っていうパターン。もしくはエータ追放っていうパターンもあるのかなと思うんですけど、今エータすごいね、ヒールのリーダーとしてやっているので、ここで追放もないかなとなると、ね、もしかすると仲直りするってパターンもあるんじゃないかなと。まあ、それはまあ、ねえ、おそらく金網やると思うんです、その金網までに繋がってくると
いうことですよね。結果がそこで全て決まってくるのかなと思いますね。はい、ということで、まあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。リクエスト、コメントとか他にもね、こちらの神戸の予想とか、まあ、大阪大会一体どうなるのかっていう予想とかもね、いろいろあったらその辺、コメントの方よろしくお願いします。ということで、今回はこれでございます。